皆さんこんにちは、 B レジェンドのダンです。今回は最適なプロテインの取り方についてお話ししていきたいと思います。B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報などを掲載しておりますので、ぜひ気になる方は友達登録して確認してみてください。プロテインの飲み方についてなんですけども、いろんな話を耳にしますよね。プロテインは2時間おきに取らなあかん、3時間おきに取らなあかんだったりだとか、プロテイン1日3杯飲みましょうだったりとか、まあそういった話がいろいろ出てくると思うんですけども、まあそういった話も含めて今回お話ししていけたらなっていうふうに思います。プロテインの最適な飲み方としてはですね、筋肉を増やしたい方はトレーニング前後の方がおすすめとされています。なぜトレーニング前後がおすすめなのかっていうと、トレーニング前後で飲む場合と朝夜飲む場合でどう違うのかっていう研究が行われたんですけども、その研究データとしてトレーニング前後の方が筋肉の量が増えて成長したっていうようなデータがあったので、トレーニング前後の方がおすすめです。なので、まあトレーニング終わってからプロテイン飲む、ゴールデンタイムと言われるタイミングにね、プロテインを飲む方も多いんですけども、実際にですね、じゃあトレーニングの後に飲むのが当たり前だったのが、最近ではトレーニングの前に飲んだ方がいいっていうのもあったりすると思うんですけども、僕は本当にもう両方飲めたらいいなっていうふうに思います。なんならトレーニング前とかトレーニング後でもプロテインじゃなくてもタンパク質が取れてたらいいんじゃないかなっていうふうには正直思っています。効率がいいからプロテイン飲んでるっていうのと、あとはやっぱりタンパク質の卵やったり鶏肉だったり、食事からタンパク質を取ると消化吸収にかなり時間がかかってくるんですけど、プロテインの場合はそこの消化の時間をできる限り短くすることができるので、プロテインを飲むことが多いんですけども、まあ、食事でも全然いいんじゃないかなっていうふうには思います。実際にじゃあプロテインをどれだけ飲んだらいいのかっていうところなんですけども、結論から言うと、1日のタンパク質摂取量が足りているのであれば別にプロテインは飲まなくても大丈夫です。プロテインはあくまで健康補助食品となりますので、食事から摂取してて足りているのであればもうプロテインは別に飲まなくていいんじゃないかなって僕は思います。ただですね、明らかに認識のズレがあるというか、トレーニングをしてしっかりタンパク質を意識している人たちはもう当たり前にはなってるんですけど、あんまり食事を普段意識してない人からするとタンパク質いっぱい取ってるつもりが全然足りてないことが多いんですよね。だそういった方に向けではやっぱりもう食事取る方が辛いと思うんで、プロテインでタンパク質を補ってくださいっていうような提案をさせていただいたりもするんですけども、まあ、実際卵ってタンパク質 6.7g ぐらいしかないんですよ、一つ。まあサイズによっても変わってくるんですけど、約じゃあ 6g のタンパク質が取れるとなったりすると、60キロの人が最低体重分ぐらいタンパク質を取ってほしいんで、1日分取るってなると卵10個食べなあかんのですよ。でも卵10個ってなってくると脂質がかなり多くなってくるんで、結果的にですね、ダイエットには不向きだったりもするんですけど、鶏肉であったりするとだいたい1枚って200グラム近くあるんですけども、あれでタンパク質40グラムぐらいですね。60キロの体重の方の場合は 1.5 枚ですね。僕らからすると 200g 胸肉は1食で食べるって結構普通なんですね。そんなに食うじゃないんですけど、聞いていくと 200g の胸肉を料理に使ってみんなで分ける、これが多分一般の家庭の食事になると思うんですよ。3人でそれを分けたら10から 15g ぐらいのタンパク質しか取れなくなってしまうんですよ。って考えるとやっぱ足りないですよね。足りない方はやっぱプロテイン飲んでほしいなっていうふうには思っています。実際ですね、じゃあトレーニングガチガチにしてて筋肉を増やしたい方っていうのはどのぐらいじゃあタンパク質を取ったらいいのかっていうところなんですけども、僕もいろいろ試してきました。1日 250g タンパク質を取るみたいなこともやってたんですよ。体重がだいたいオフシーズンで80キロぐらいになるので、オンシーズンでもだいたい70キロ前後ずっと行き来してるんですけど、70キロで考えるとかける 3.5 ぐらい、そのぐらい取ってた時はもうニキビが増えるだけですね。すっごい肌荒れします。筋肉が増えた感覚があるかって言われると全然何も感じない、太ったのと肌が荒れたというこういった実感がありましたね。なので僕はその量を減らして次 200g ぐらいで調整しました。 200g だとだいたい体重かける3ちょっとないかなぐらいの量なんですけども、200でも多かったですね。やっぱニキビは出てきますし、あんまりそんなに体感っていうのはなかったです。じゃあ逆にどのぐらいまで落としたら変わらんねやろうと思って、結果的に僕がたどり着いたのが140から 160g 分、70キロの体重なんでかける2ですね。かける2から2.5もいかないぐらいの量が僕の中で最適な量です。肌荒れしない、そして
成長している感覚がある。でここには一つやっぱキーポイントがあって、タンパク質を摂取する量が減った分糖質の摂取量が増えてるんですよね。体を動かすエネルギーとなるのは糖質になってくるので、やっぱこの糖質も僕はタンパク質レベルで重要だと思ってるんですよ、ボディメイクをする上で。だからタンパク質は僕70キロっていうベースで考えると 140g から 160g ぐらいのタンパク質でいいかなっていうふうに思ってます。ただ減量中とかの糖質減らさなあかんのにカロリー増やさなあかん時とかはタンパク質ちょっと増えたりするんですけど、まあベースは本当にそのぐらいですね。それにカロリーを計算して残ってる分を糖質と脂質で調整するっていうような感じでやっています。まあ一般的にトレーニングあんまりしてないっていう方でもですね、体重 ×1 もしくは 1.5 倍は取ってほしいなっていうふうに思います。まあ、健康を維持するためにはやっぱりそれぐらいしっかりと取っていないと栄養不足になってしまいますので、大概の人がタンパク質足りてないんじゃないかなっていうふうにも思うので、そういった方はもう本当に足りてない分をプロテインで補ってもらったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。でこの2時間3時間おきにっていう考え方もそうなんですけど、僕はトータル1日で摂取したタンパク質量が同じやったらどのタイミングにとってもいいなって正直思ってます。だいたいまあ血中アミノ酸濃度がっていうのもあって2時間から3時間っていうのを言われてるんですよね。低下していく前に取りましょうみたいな、そういったのがあるから時間を定められてるんですけど、僕はそれがストレスとなって、そのストレスが邪魔をして自分の成長を妨げていたっていうことにもなっていたので、僕はそれをやめてからの方が成長した実感があります。だから振り回されてストレスになっている方は一旦そういったのも無視してトータル1日で食べれるタイミングでこれだけ取りましょう。ただ1回の食事で30g から 40g まででタンパク質は抑えて摂取しようっていうような考え方にするといいんじゃないかなっていうふうに思います。僕自身は最悪 40g までやったらぐらいの感覚でいます。この最悪が一番楽なんですね。食事の回数とか気にしなくてもいいんで、今のところ朝昼晩3食はだいたい僕 40g 分ぐらいのタンパク質です。だからそれだけでもう 120g 分ぐらい取れてるんで、あと2食分のプロテインを入れてだいたい 160 ぐらいになる計算で生活しております。まあ、プロテイン飲んでる理由は食事から取るのがめんどくさいっていうのと、食事だと調理をしないとダメですよね。ママ卵を食べる方とかいるはると思うんですけど、ああいうのは僕できないんで調理をする必要があるんですよ。まあ、結果的にめんどくせえってなるんで、まあコンビニでそれこそサラダチキンを買ったりだとか、そういったので賄う時もあれば、もう食べるのもめんどくさいなって時もあるんでプロテインを飲むみたいな。まあ結論から言うと、プロテインを取るのであれば、まあ、トレーニング前後一番やっぱりいいんじゃないかなというふうに思います。ただ食事がメインです。食事で足りない分をプロテインで補ってください。なので食事でどうしても足りないんです、でもプロテインあと 3,4 杯分ぐらいタンパク質取らなダメなんですっていうのが分かってるのであれば、もう 3,4 杯飲んじゃってください。まあ補う形で取ってあげるといいんじゃないかなっていうふうに思います。今回のこの動画は以上になります。よかったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。概要欄にも新商品の情報や公式 LINE のリンクなども掲載しておりますので、ぜひ気になる方はチェックして友達登録などもお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。